ウィルチェアラグビーとは、四肢に障害がある選手が車椅子を用いて行う国際的なスポーツです。こういう子供たち、面白いラグビーやってますよ。なかなか乗れないこの車椅子、どうですか、皆さん。まあ本当、こんな機会がなかったら触ることも見ることもないと思うんで。そろそろ疲れてきたので、9、8、7、6、5、4、3、2、1、挑戦者チームの勝ち。始めてください。音が結構するけど痛くはないですよね。これいいよ。今のはあの普段の4割ぐらいのパワーでございます。普段の4割、はい、で片方が止まってて片方が動いてるので、普段は両方が動いて当たるんで、もっと衝撃が。次の人、丸、大丸でお願いします。大丸、なんかちょっと優しく感じましたね。優しく感じた。いや、山内選手ちょっとあのブランクがちょっとありまして、はい、いろいろ今子育て育休中なもので、はい、車椅子乗ってでもね、ちゃんとあのそうやって子育てして頑張ってる人いますんで、皆さん応援してください。そうですね。はい、じゃあ次、次もあの2児のパパでございます。2児のパパ。はい、12番峰島さん、よろしくお願いします。お願いします。手をね、はい、そう、手を膝の上で。うわー、ありがとうございます。実際に専用の車椅子に乗ってみると、より軽快に動けるようにするためにか、通常の車椅子よりも腰幅が狭く、乗り降りするのが少し大変でした。しかし、思った以上に動きやすく、小回りも効いて、スムーズに動かすことができました。実際のゲームの中でも魅力になるタックルの体験は、音はすごいですが、そこまでの体に対する衝撃はなく、車椅子が丈夫にできているのを実感しました。また、腕の力だけで動き回るのは、かなり体力がいるというのも実感しました。日常の生活の中で、私たちが当たり前にしていること、見える目線など、体験してみないとわからないことがたくさんあります。皆さんも、機会があればぜひ一度体験してみてください。